こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はショッピングになっております。皆様にとってもおしゃれな素晴らしいお品をどんどんとご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。今日ご紹介するのは、これからの入学式卒業式でお役に立つ袋帯、そして後ろにございます顧問と名古屋帯という内容になっております。ちょっと長いですね。皆様のいろんなアイテムを選ぶ時の参考にしていただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまず袋帯からご紹介させていただきます。袋帯はですね、皆様これから入学卒業のお母様としてお出になるとか、それから新年会ですよね。新年会が2月の初めにあるのなんておっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、そんな時のお役に立つと思いますので、どうぞご覧くださいませ。今日私は訪問着を着ています。これはバラの呪文ですね。よく見ていただくと小さいバラがたくさん織り込まれていますね。バラを織り込んだお召しの生地を滝沢明先生が訪問着の色合いで染めてくださった訪問着なんですね。ですから格調高いと言いますか、大変豪華なお着物になりますね。ちょっと無地感覚ではありますけれども、無地ではない、柄も色もしっかりと豪華に織り込まれています。ですからちょっと着るような顧問ではなくて、私これを着ましたのは着物パーティーを主催する時のお着物として、主催者側としてこれを着まして、ここに豪華な白の帯などを締めました。今日は白いつづれの帯を締めています。これつづれなんですね。白地に黄色と紫が入っております。はい、ということでフォーマルな装いをしております。それでは袋帯をご紹介させていただきます。まずこの袋帯ですね、ここでご紹介する帯はホームページの方でもご覧いただけますけれども、 YouTube の方のご紹介が先になる可能性もございますので、どうぞホームページも合わせてご覧くださいませ。解説欄にURL を記載しておきます。この帯は白い袋帯です。大変モダンでおしゃれですよね。金と銀を使っていますので、フォーマルな場面とか、それから豪華さをさりげなくシャープに加えたい時にはとてもよろしいと思います。今日の私のお着物にもこの帯をしますと、白いすっきり感とそれからモダンさが加わりますよね。はい、すっきりしたモダンさをシャープに加えることができる帯になります。このシャープな線が何といっても特徴ですよね。西陣の帯生さんの帯になります。はい、白い帯でもこの帯は金銀がそんなに強すぎるわけではない、でもしっかりと入っています。それから白を使っているんですが、モダンで可愛さ優しさがあるので、白い個性の方、それから青い個性の方にもいいですし、紫の個性の方にもいいですよね、という使い勝手がいいなと思う帯になります。はい、こちらはですね、同じところの帯で水色に金で大きな花模様のような幾何学模様が入っているんですね。水色の優しいシャープさがありますので、青い個性の方には最適です。はい、強すぎないですよね。そしてお好きな色合い、はい、青い個性の方がお好きな色合い、白い個性の方がいいんじゃないと思われるような色合いになっています。線がシャープですね。こんな風になっています。ですから私のお着物にこの帯をしますと、ああ色合いが加わってこう優しい上品さが加わりましたね。はい、そうですね。こういう青い個性のが強い帯というのは上品さが加わるんですね。これが前で、そしてこうなります。この帯は色無地から帆付け下げ訪問着、そして留め袖も OK ですよ、ということで使っていただけます。でもとってもおしゃれな
素晴らしい帯が入荷しておりますのでご紹介させていただきます。この帯です。この帯すごくないですか。これはもう本当に素晴らしいんですね。これがお太鼓の部分です。これ手刺繍ですね。日本の手刺繍なんです。みっちりと刺されていますでしょ。これは日本の彦根刺繍という刺繍で刺されているんですね。これは刺繍なんだって思うような、刺繍ってちょっとなんか外れちゃったらしたら嫌だわとかって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これみっちり刺されています。すごい量の刺繍ですよね。量がすごい、そして迫力がすごいです。これ遠くにあっても何あの迫力っていう感じで、優しく上品に強く迫ってくる迫力なんですね。これがお太鼓の部分で、そして前の部分もこんなにすごいんですよ。こんなにすごいんですよ。こうなるか、あるいはこの丸いところがこうなるか。これ関東巻きと関西巻きで巻き方が違うとどちらが出るかが違うんですね。ですから右回しか左回しかっていうことになるんですが、両方できる方は両方を楽しんでいただくことができます。両方にこんなに柄がいっぱい入っていますね。これはですね、とてもこだわったつづれ風の織り方をした美地なんです。そしてこれは水色のように見えますが、少し濃いめの青い糸とそれから白い糸を交互に織り込んでいます。このように見てください。規則正しくというよりはちょっと不揃いに織り込んでいて、この色合いを出しているんですね。そして平坦ではなくて砂子のような凹凸が出る織り方ということで、とてもこだわっています。大変細いしなやかな糸を縦にも横にも使っているので、薄く締めやすいですね。上等な帯です。この帯一点物、完全に一点物ですよ。はい、どこを探してもないという一点物のになります。これ素敵ですよね。これは色無地から付け下げ留め袖までしていただけます。これは白い個性の方、青い個性の方、紫の個性の方、ピンクの個性の方、そしてそうですね、赤い個性の方にも合うというものですね。こう品質の良さが素晴らしく出ているものというのは多くの個性の方に合うんですね。すごいですね。キャパシティが高い。茶色の個性の方もいいと思います。そういう素晴らしい帯になります。花紋ですね。これは本当に素敵、おしゃれですね。もう一つ大変素晴らしい帯がございます。この帯なんです。これは赤い個性の方、ピンクの個性の方、赤とピンクの個性の方には絶対におすすめです。この帯すごいんですよ。この帯すごいんですよ。これは6通なので柄がいっぱい入っています。ポイント柄ではありません。隠れるところにも柄がいっぱい入ってるんです。これは桜のお花とモミジのお花、つまり春と秋両方使っていただけるんですね。はい、錦織という織り方をしています。この帯すごいですよね。地の部分に本金ではありませんけども金を入れてますので、地が金箔なんですね。ですからフォーマルな帯になります。とっても糸が細いので軽くてしなやかで上質です。これは唐織の網代もみじに桜ちらしというふうになっております。桜ともみじですね。この桜、唐織で織り込んでいる桜ですね。白地にピンクとか青とかありますけれども、桜のお花もあるし、桜のつぼみもありますね。そしてもみじが見てください。このオレンジと青と水色と赤と緑とっていうふうになっていて、虫食いのようになっていますよね。この陰影がすごくないですか。そしてとても薄くて軽いんですよ。薄くて軽い、もうこれ本当にすごい。お子様の七五三のお子様の帯もこんな色合いあるんですけど、あれパリパリですよね。上等なものはパリパリではありませんけれども、お安いものパリパリですよね。これすっごいしなやかです。薄くてしなやかです。これ素晴らしい手織りです。これはですね、素晴らしいものを織ることが
できる職人さんが3ヶ月以上かかって織っているんですね。その素晴らしさを分かっていただくのはこの裏に出ています。これが地で、そしてこれが柄ですよね。柄の部分がいろんな色を使っていますので、いろんな色糸を使っているんですが、それが本当でしたらここまで来ても水色がずっと行ってまた戻ってきてっていう風に行き来して、ここはいろんな色糸で重なって分厚くなるはずなんです。それが上手い職人さんがここの糸がもう向こうまで行かなくて済むような技で、ここで柄の糸を終わらせてくれているんですね。止めてくれています。それを全部の柄糸に対して行っているので、このようにしなやかな柄の切り口といいますかね。織物は縦糸と横糸が垂直に織られているので、本当は縦の線と横のまっすぐな線しかないんですね。それをこのように丸い線とか、そして細い鋭角な柄にするっていうのはものすごく大変なんです。ものすごく大変なことをこの裏の処理のうまさで見事にやってのけてくださっているんですね。これは本当に高い腕を持つ方がなさっているんですけど、一日にたくさんの仕事ができないんですよ。これものすごく緻密で根を詰める仕事なんですね。ですから3ヶ月以上かけて織り上げてくださった素晴らしい帯です。で、この帯は赤い個性の方、ピンクの個性の方、そしてその方が古紋以上ですね、少し金が入っていますので、古紋でもフォーマル系の古紋ですね。例えばこれってこれって上等な手書きの古紋なんですけど、こういう古紋にこの帯でしたらとてもよく合うんですね。こんなになります。はい、そしてこんなになります。こんなになります。こういう風にして、これフォーマルでもないんですけど、全部手書きなので手書きなのでいい古紋ですよね。そういう古紋以上の置物にこの帯をしていただくと、ぐっと豪華さが出て華やかですよね。これはピンクと赤い個性の方なので、この色合いがお似合いになるんです。そういう帯になります。この帯は完全な一点物になります。お好みに合う方はお早めにご連絡くださいませ。素晴らしい一品の帯になります。それからですね、いろんな帯がございます。例えば増谷貴雄さんの年金の袋帯は無地っぽくて網代柄の模様が入っていまして、使い勝手がいいですよね。いろんなお着物に合いますよね。私のこのお着物にもこの帯をしますと、金の豪華さが加わって、優しく華やかに豪華になりますね。白い綴れよりもこの金の方が豪華さは出ますよね。これも増谷貴雄さんの帯なんですね。年金の帯です。増谷貴雄さんの最上級のクラスの帯なんですが、こうしますと主張する個性が出る。私この帯一番好きなんですけど、私らしい豪華さが出ますよねっていう、こんな帯もございますので、お早めにお問い合わせくださいませ。こちらは都並さんの帯ですね。金箔を使っておりまして、人間国宝の大場商業先生の陶器ですね。大場先生は陶器を焼かれる先生で、その陶器の柄から取っているものになります。これは鳥の柄が白で織られていまして、とても豪華になりますね。この白を織る技の職人さんがもうほとんどいなくなっているということで、貴重な帯だと思います。黒と金で大変かっこいいですよね。こういうのしますと着姿がかっこいいですね。これは白い個性、茶色い個性、紫の個性を持っているような方がお似合いですよ。これも人間国宝大場商業先生の帯になります。こちらは可愛い柄、鳥とか、それからなでしことか梅のような柄が入っていまして、金と黒が入っていますので、豪華さの中に可愛さと品格と、それから博識な感じが出ていますね。お茶会などにいいですよね。こんな帯もございます。は
はい、着物人のホームページからご覧いただくことができますし、まだもし商品アップができていませんでしたら、ぜひ、お問い合わせくださいませ。また、今日ご紹介するお品をご購入の方は、この帯に、お持ちの着物が合うでしょうかとか、この帯に合う着物はありますかというようなことのご相談に、応じさせていただきます。それから次に、古門と名古屋帯のご紹介をさせていただきます。後ろにずらっと並んでおりますが、これは先ほどもご案内いたしましたが、これは京都で 手で染められた古門なんですね。とても上品ですよね。この紫のお花とか、ピンクのお花とか、それから小花などがとても可愛く染められていますね。お茶会とか、こういう古門なかなかございませんので、こういう古門を上品にお召しになる機会がおありの方ですね。例えばお子様の入卒でもこういう顧問でいらっしゃるというような地域とかご家庭もいらっしゃると思いますが、ランチ会にお越しいただくというような方の場合は、これ梅の帯なんですね。梅の染めの帯です。すごく素敵ですよね。梅を老血で染めています。これは1月2月の梅らしい優しい絵柄になっていますね。前がこのようになっています。このようになっていますから、とてもおしゃれで良い色合いですよね。可愛いですよね。これがこうなりますのでおしゃれですね。こういうコーディネートが格が合う、色合いが合う、雰囲気が合うコーディネートになります。次はこれはホタルぼかしなんですね。この紫の地を白くこうぼやっとしたホタルぼかしで染めています。ですから着やすい古紋になります。古紋です。紬ではございません。古紋ですね。で、このお着物にいろんな帯が合うんですけれども、例えばこの帯かわいいでしょう。この帯とってもおしゃれなんです。かわいいんです。これお太鼓の部分ですね。これがお太鼓になります。いろんなお花、アジサイかしら、バラかしらって思いますけれども、もうモチーフ化されているので、チューリップのような、ひまわりのような、バラのようなという感じになっていますね。そして地色がおしゃれですね。こちらですね。こんな雰囲気、これが前になります。可愛いでしょう。おしゃれでしょう。こんな風になりますね。はい、これを例えば、クリームの古紋に合わせてもいいですけれども、このホタルぼかしに合わせてもいいですよね。それからこの青いものよりもこっちの方がいいですね。ホタルぼかしとこのクリームに合わせていただくと、とてもおしゃれだと思います。この帯本当に私大好きです。例えば私のこの着物にはちょっと格が違いますね。格と雰囲気が違いますよね。こんな雰囲気になりますね。かわいい帯です。こちらはおじやつむぎにこのハケのような色合いで染めています。青い、なんかパンチが効いた色合いですね。はい、かなりはっきりした青になるんですね。かなりはっきりした青になります。ですから赤い個性の方いいですね。そしてピンクの個性の方もこういう青い色がお似合いの方、お肌がイエロー系とかオークル系の方もこういうものがお似合いだと思います。はい、元気になりますよね。これにこの黄色い帯はどうでしょうか。そうすると一層元気になっちゃうんですけど、これはですね、こんなおしゃれでしょう。これがお太鼓ですね。お太鼓です。花柄ですね。サラサ柄になっていますよ。これがお太鼓で、前の部分がこんな風になっているんですね。これもいいですよね。色がたくさん使って多色です。多色というのは色が多ければ多いだけ手間がかかるんですね。ですからそれだけ大変になりますし、お値段にも反映するんですけれども、やはり色が多い方が使いやすいですね。こういう風になります。ちょっと私の顔を見ないでください。強さがあるパンチが効いた赤い個性の方のコーディネートになります。これに赤い帯締めとか帯揚げとかなさることで、一層その方らしくなるっていうような着姿ですね。こうなりますし、これが
これが帯なのでこんな雰囲気になりますね。私の顔を見ないでください。赤い個性とピンクの個性の方ですね。柄が多くなりますからピンクの個性、そして強さがあるので赤い個性ということですね。こんな雰囲気です。なかなかない、楽しいですよね。お着物って本当に楽しいですよね。個性が随分違いますよね。こういうこのお着物ですね。次はこちらですね。これクリームと緑で絞っているんですね。ですからこういうふうにブチ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 していますけれども、はい、これは絞りになります。こんな色合いですね。これは軽くて着やすくて合わせやすいですね。なかなかこういう綺麗な色合いってないので貴重ですよね。この帯が合うかしらと思うのはこの帯なんですけど、これもとてもいいですよね。こうサラサ柄で少し金が入っています。これお太鼓の部分です。少し濁った色にはなるんですけれども、それだけ落ち着きは出ますよね。このようになります。これがお太鼓の部分になりますね。とてもしっかりした生地に染められています。前の部分はこんな風になっています。たくさん柄が入っていますね。でこの帯を合わせますとこんな風になりますね。はい、いいですよね。春が楽しい、春が楽しい、お花見に行きたいというコーディネートになります。これらは着物人のホームページでご覧いただけますので、ご質問などもお受けしておりますのでぜひご覧ください。着物と帯は一緒に揃えられた方がいいです。そうしませんとこの着物に合う帯とかこの帯に合う着物っていうふうに探すのはかなり大変なんですね。大変です。ですからセットでお求めになられることがよろしいと思います。今日ご紹介のお品をご購入の皆様には、例えばこの着物と帯に合う帯締め帯揚げを紹介してくださいなどということに対して無料で対応させていただきます。ご質問などございましたらぜひお気軽にご連絡ください。もう一つですね、ご紹介したいコートがございます。コートといってもエヴァになっていまして、これは背中の部分なんですね。お袖、片方の袖柄なし、こっちは手刺繍とそれから絞りですね。梅とか可愛い柄が手刺繍で刺されています。これ後ろですね。後ろにこんなに柄が入っていますよ。前はこちらのお袖にこのような柄が入っています。右のお袖には柄はございません。身ごろの左の下にこのように柄が入っているんですね。羽織ってみましょうか。この色は墨色、私のお着物の色に近いですね。墨色で、これは肩滑りはつけた方がいいかもしれませんね。肩滑りだけつけていただきますと、秋から春の初めまでお召しいただけます。羽織とコートがありますが、これはコートです。こうなりますし、こうなりますし、こちらは無地ですね。そしてこちらはこうなっていますよね。あら、かわいいですね、かわいいですね。ということで中に紐がついてこのような仕立て方になりますね。これもございますので、こちらもホームページからご覧くださいませ。とってもかわいいんですよ。とってもかわいいです。いろんな方にお似合いになると思います。この色とってもおしゃれですね。ご質問などございましたらお気軽にお寄せくださいませ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。